トゥルオン、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 パッと履けてシュッと決まる。ごめん、おしまい。トゥルオンパンツ、自由レディ。今田さんとは同い年っていうのは知ってたんですけど、お会いしてこう共演する機会がなかったので、今回やっと会えて嬉しいなっていう思いと、周りでも地元の友達とかもめちゃくちゃファンの子がいっぱいいたりするので、なんかみんなにきっと羨ましがられるだろうなって思って思いました。二人でちょっと勝負する時のいたずらっぽい顔っていうのがなかなか普段ないというか、ここで珍しく見る絵なんじゃないかなと思ってて、こう別々で、今田さんと別々で撮ってるので、こう今田さんがどういう表情をしてるのかなっていうのがすごく気になりますね。なんかいたずらっ子の表情を見るのも楽しみだなと思って、はい。どこでも寝れるバイタリティは多分今田さんに勝てる気がします。ここで今寝ろって言われても全然一瞬で眠りに落ちれるので、そのスピードはきっと早いと思います。この1枚があれば、今回の CM みたいに走ったりとかスポーティーな動きもできるっていうか、こう生地がすごいストレッチも効いていて、でウエストもゴム部分になってるので本当にさらっと履けるし動ける。しかもこう縦にラインがこうピッて綺麗に入ってるので、そういうカジュアルなところだけじゃなくて、フォーマルというかお仕事の現場だったりとかいろんなところでも着れるので、すごく重宝するアイテムなんじゃないかなと思います。いろんなイメージをしてみたんですけど、なんでプルオンパンツなんだろうっていろいろイメージしてみたんですけど、確かにこうプルオンパンツってさらって履ける感じがするなと思って、急いでる朝とかもサクッと履けるっぽいネーミングだなって思いました。でもアッキーといえば紅葉を見に行ったりとかしたいなって思うので、ブローンパンツを履いて山登って綺麗なところで写真撮るみたいなのをやってみたいです。あ、そうなんだ。同じ回答で、あ、じゃあ一緒にデート、はい、デートしたい。私と今田さんのちょっと珍しい表情のアクティブな感じのお茶目な CM になってるんじゃないかなと思います。ぜひ見てください。自由さんの CM ってキャッチーなイメージがあったので、すごく今回参加できるということでとても嬉しかったですし、あと自由さんはカラーバリエーションだったりすごくトレンドをいつもいち早く取り入れてらっしゃるのかなっていうイメージはあります。今回中条さんと二人で勝負というのがテーマといいますか、ちょっと抽象的なような世界観の中で二人でちょっと面白い勝負をしているので、予想しながら見ていただきたいですね。スタジオに入った時にすでにいらっしゃったんですけど、うわーって思いました。もうスタイルがびっくりしました。すごい素人みたいんですけど感動しました。風船ゲームいいなと思ってます。私はまぶたの可動域、人よりもこのまぶたのすごい奥まで開くんですよ。それはきっと中条さんには負けないんじゃないかなと。一回スタッフの皆さんとちょっと比べたことがあって、この上がすごい開いて、上の白目がすごい見えるなっていうのが最近気づいて、
これはちょっと負けられないんじゃないかなと思いました。いいですか？はい、行きます。笑ってくださいね、はい、とにかくまずあのカラーバリエーションがすごく豊富で、それも選ぶのがとても楽しいんじゃないかなと思いますし、あとはゴムなのがサイズによってハイウエストで履いてもすごいロング丈になったり、逆にローウエストで履いてもすごいまた全然違うあの着こなしになるんじゃないかなと思って、それはとても一本持ってるだけですごくいろんな履き方ができるので、ぜひ皆さんもやっていただきたいですね。なんだろうって思いました。でもあの意味とかなるほどって、本当にまさにプロンパンツのなんてもうすぐ履いてそのままシワも気にならないしすぐっていうこれは履いてみた方がいいと思います。本当にカラーバリエーションも豊富ですし、履き心地もジャージっぽい素材ではあるけど、ここにこうね真ん中にラインが入ってたりちょっときちんと感もあったりするので、なんか紅葉とか、ね、なんかちょっとあの散歩がてらっていうのはいいですね。今回、プルオンパンツとあとフェザーニットの2つを着て中条さんと勝負をしております。ぜひ楽しみながら、あとぜひこのお洋服あの皆さん着て秋楽しんでください。